ごめん、行かせて。もうやりたい。風来の試練が楽しい。はい、寝てる。起きて。痛い。なんかいいもん売ってますか？盾。とどよけね。とどよけいいかもな。ドラゴンシールドか。刀。混乱よけ。必中。大きいおにぎり。おにぎりあるんだったら、うん。おにぎりあるんだ。ここでちょっとレベル上げしてもいいかもな。うん。空の刃って何？浮遊属性。ああ、なるほどね。まあ別にか。まあじゃあ置いてっか。まあマゼル、まあマゼルンってあれなのかな。なんかそっか、レベルによって2個食える、1個食えるって決まってない。ちょっと待って、俺もしマゼルン、ああでも離れて投げればいいのかな。あ、間違った。持ってって。睡眠草。睡眠草をそれ持ってったら、お前食わない。わ、ここ、と。水枯れか。水枯れ使いたかったなぁ。あ、お前はそっから来れるんだ。そっか、水。お前らそういうところで回復すんな。これは、音切り草は使っちゃっていい。んでる、んでる。なんでお前はすぐそうやって化けちゃうの。混乱層、はい、バカめ。あ、ドラゴン出てくる。もうやれないことはないけど、ドラゴンキラーの方がいいかな。ちょっとどうすっかな。はい。これで、これが一番いいかもな。下手にアイテム狙うよりは、うん、もうこいつは、うん、もうこれでいらん。お前のアイテムはいらんから。いやでもいいアイテム落としたりとかすんのかな。やっぱ合成みたいな。ドラゴンキラーの方が強いかな。こっからどうしよっかな。あ、来る、来るね。よし、もうしゃあない。近づいてやられ、盗まれるぐらいなら、ゾワゾワか。取っとくかな。何それ。投げて。んでる。んでる、もう嫌いじゃないけどな。俺今となっては。いや、こいつ、盗む。盗まないやつ。まあ、いっか。あとは、金。んなもんか。じゃあちょっとレベル上げするか。うん、ちょっとレベル上げするわ。よし、じゃあ行くか。おにぎりも食べてきたしね。うー、近いです。今、ドラゴンキラーに装備変えましたね。まあ、ちょっとだけ変わってるかなって感じだね。はい。何？混乱層ね。アイテムあった？はい、っていうのはこいつか。やるか。ほら、おにぎり、巨大なおにぎりか。どうすっかな。巨大なおにぎりか。もう保存の壺めっちゃあるから入れとくか。保存の壺がねめっちゃ増えた。何入ってるかもう分からん俺には。まあ悪くはないんでしょう。いっぱいアイテム持てるということは。ドラゴン、そこやっぱやってくる。ちょっとどうしようかな。一旦回復したい。誰か来た。よし、でちょっと回復したい。でこれ壊せんだよな。ああ、音切り草は飲む。はい、全部。うーん、ちは、何やってたの。そんなところで何やってたの。
あーこんちゃまあでも経験値美味しいしな、ドラゴン。おお、何、待って、かっこいい、何この木刀、キラーンってなったよ。あ、陰が多いってこと。攻撃で与えたダメージに応じて HP が回復する。ちょっと待って、これ一応持っとくか、分からんけど、保存いっぱいあるから。来てるね、ドラゴンさん。はい、レベルはでもそこそこ足りてそうな気もするんだよな。これはドラゴン層か、いらねえか、もう今さら。でもまあまあいい、持てないんだもんな、持てないんだもんな、もう。あとこの混乱余計壺に入れとくか。この混乱余計いるか、死んだらだって全部なくなるんでしょ。これいらねえな。うん、うわ、持ってって、それ持ってって、オッケーオッケー。やだわ、あいつがやだ、本当に。おにぎりの巻物ね、これは入れといてもいいかもな、壺に。はい、でなんか来たぞ。マゼルン全然出てこないんだけど。なんかいいのありますか。へそナイト、なんかさ、俺あれかな、大部屋の巻物読むとフラワーの壁が崩れて大部屋になる。はあ、面白そうだな。なんか腕輪でもっといいのあったりとかすんのかな。せっかく識別の壺あるから入れてみるかな。入れてみよう。うん、入れてみよう。待って、ここで持ち物でへそナイトが識別の壺に入れる。へそナイト、これさ、連射、打った矢や投げた道具の命中率が少し上がる。あー、これなんかあれだよな、だけど普通に2個ずつなくなってっちゃうんだよな確か。これさあ出せるの。あ、出せないんだ、識別って一回やっちゃったら。まあ、おにぎりあるからレベルアップしてもいいけど、うわー、青いドラゴンいるよ、青いドラゴンいるよ。混乱層、混乱層、投げれないのか、どうしようかな。ここで、ここで届くね。ほらほら、投げたいな、足元を投げる。はいはいはい。やっぱね、楽に勝てるならそれに越したことはないのよ。あ、もうちょっと、よし、攻撃力上がった、上がった。今の俺なら72、結構上がるね、すっごいいっぱいいる。ちょっと嫌だわ、ドラゴン、ドラゴン。まあでも青くないから。命の草ってなんだっけ、飲むと最大 HP が4上げる。よし、飲んじゃおう。オッケー。32レベル。俺前回やった時って何レベルでやった、クリアしたんだっけな。混乱の負け物 いらねえな。まあ、店に売りに行ってもいいけど、いっか。大した金にもならんだろう。混乱よけとか、これ売りに行くか。いや、めんどくせえな、この木刀いらねえかな、使わねえかな。
武器とかも結構いっぱい持ってんだよな。いや、どこでマゼルン出てくる、ここら辺で出てきてもおかしくないと思うんだよな。痛い。待って、こいつ、ああこいつが怖くないのがね、でかい。混乱よけはで、あのトドはうろうろさせとけばいいし、おにぎりそこそこあったよな。焼きおにぎりあるな。よし、焼きおにぎり使うまでお金、これ混ぜるんか。待って、これ、あー違った。よし、いや、ギターの上に乗ったっていう時点でもうこれはもう違うのよ乗ることない。ちょっと待って待って、ドラゴンさんそんなに来ます？え、なんかお前なんか、どうしようかな。よし、強いね、ドラゴン層。いけ、焼きおにぎりでちょっと若干回復するか。よし、いけるか。いや待って待って、そんな無理するところじゃない。やり過ごし、回復まんまねえんだな。背中押すか。行くか。マゼルン全然出てこねえ。あ、出た。こいつ、あれ、何、いつの間に出てきた、こんな。待って、このダブルはきついか。お前一旦金縛り振って回復して、ちょっとドラゴンさん、あ、間違った、爆睡読んじゃおう。でこっちもやって、強いね、回復。よし、待って、爆睡出しとくか、なんかそういう系の。これって出すので一旦使うような、あ、読めるんだそのまま。あ、そのまま読めるんだったらいいわ。うん、オッケー、やっとくか。経験調子いいしな。ここは行き止まりか、なんか右があったり、あ、待って、あるよ。ここはあれかな、ぐるっと回ってこれるのかな。なんかあの杖とかあったらね、壁穴開ける杖みたいな、それでいけるみたいなあったりするかな。いや、HP がもうカンストみたいになってる。ほらほら、よし、200万のか、 HP 強いぞ。出たー。あ、まあでも飛んでっていいけどな。何それ、場所替え、場所替えいらんな。はい、こんにちは、ドラゴン。ドラゴンキラーのがやっぱ強いかもな、ドラ対ドラゴンに対しては。まあでもドラゴン、強い、なんかいっぱいいる、いっぱいいる、ここ。よし、バカな動きしてるやつがいた。あと、あ、いなくなった。こいつは、い、え、何こいつ、金のピータン、金のピータン。ちょっと待って、手帳見たい。待って、手記でいいのか。手帳袋、もののけ手帳。金のピータンって何、なんか強い、良さそうじゃない。どうやって見んの、何種なの。あ、いた。仮眠状態でじっとしているが、近づくと目を覚まして逃げ回る。倒すと必ずおにぎりを落とす。金のピータンがいるフロアにはいいものが隠されてるらしい。
なんだと、いいものが隠されているだと、そんなの聞いたらさ、行きたいんだけどさ、いいものって何？俺は今マゼルンが一番欲しいけど、これ右がいけたりとかそういうことかな。どういうことだろう。金のピータンがいるフロアにはいいものが隠されてるらしい。気になる気になる。こいつ盗まれるよな。どうしようかな。まあいっか。何？やり過ごしの壺。いやー、やり過ごしの壺は返してもらいたい。できればできれば返してもらいたい。やっぱあいつにはちょっと使ってもいいかもな。しっかり。こいつか、こいつもか。金縛り振るで、よし。何それ、やり、あ、お前かい。見て、子供戦車いるのか。こいつどうすっかな、どうすっかな。無視してっか。いっぱい来た。いや強いな。でも意外にミスってくれるぞ。よし、お前ならいい。いいものって、絶対いいもの取ってないよな俺多分まだ。びっくりした、なんか止まったから。びっくりした。これ左側、あ、なんか部屋あるじゃん、ほら。あ、いや、いけるか。うわー、間違った。金縛り振る。なるべく離れて、いや、こっち側だな。こっち側からなるべく離れて、鉄の矢使っちまうぜ。あ、ほら、ちょっと後ろが、ドラゴンさんが。よし、お前はずっと混乱と投げてこ、俺に。混乱層はあのトドに投げるのもありか。待って、場所がいらねえんだよな。場所替えを投げる。トドいたら混乱層投げよう。ちょっともうこれ追ってくるな。お前用にあるのよ。ほらほら、ちょっとドラゴンさん、今じゃないっす。今じゃないの分かりません？これ何？癒しそうか。ちょ、一旦回復入れとくか。なんか来てる、なんか来てる。何？ドラゴンさん、今じゃないの分かりません？回復入れたいのにな。いや、俺はもう金のピーターのいいものを探して歩いてる。いや待って、この下だわ部屋。これも行くことできないかな。なんかお前がさ、いいの落としたやつしてくれよ。水枯れ白紙、よし。いいよないいよな、使っちゃったって。水枯れいいのか。行きたいもんだって、もう気になっちゃったもん。
この下から行けるはず。行けない？え？でもこれやったんだから、あ、これ水じゃないのか。あ、待って、水じゃないとこってどうなる？待って、ちょ、一旦ぐるっと回ってみっか。ここに部屋、ちょ、ドラゴンさん、一旦おにぎり、焼きおにぎりあったよな。よし、こっちじゃ違う、こっち右、うわ混乱そうみたいない。ちょっとじゃあ金縛り振っちゃうわ。あ、もうちょっとこういう系欲しくなってきた、こいつのために。そこ行きたい、俺そこ行きたいね。どうやって行く？右の方から行けるか、階段のところから。絶対あれいいものでしょう。なんか袋いるな、ここに。無視だな、こいつ。はい、何これ、鈍足か。あ、鈍足いいね。金縛りも、いや金縛りって封印、あ、封印やったら盗まれないか。金縛りでも入れとこ。あ、じゃあどんそく入れとこ。あいつは力下げて、こいつ力下げてくるやつでしょ。めっちゃ並んでる。ちょ、待て待て待て、どうした？こいつに、あ、封印使おう。待って、回復、背中押すか。いや、やり過ごし使っちゃうか。ちょっと回復、ふう、落ち着くぜ。すぐじゃん。ドラゴンさんいる？いるね。上から逃げれる？あ、逃げれる。ドラゴンさんどんどんいるね。これさらに、あ、上はいけないね。やだ、あいつ下行こう。よし、こいつどうしよっかな。封印使ってやれるかな。やれるけど、ちょっと意外に一旦回復入れたいぞ。待って待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 て、ドラゴンさんレベル上がんない、それ。そうだよな。ただ金縛り投げちゃう。いや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 、もう本当に敵が多い。一旦回復したいのよ。いいよ、お前もこいけ。よし、お前はいいよ。ちょっと逃げていくって、あ、違う、え、やべ、力下げられた。何、本来受けが、あ、力下がったからか。さらに下とか、え、いいことあるって、いいものあるみたいな、なくない？鈍足、違う、封印でいいか。待って、混乱つけといた方がいいかな。ちょっと待って、他もう右側か、何もねえの。嘘つかれた俺。よし、いやー、力2つ下がるの、しかも。何もないんだけど、嘘つかれた。え、マジで
いいもんあるって言ってたのによ。あったのか。俺が気づいてないだけで。混乱予見しとくか、一応。一応ぐるっと回ってみるか。転ばの先いらねえな。やばい、またこいつちょっと封印を振っとこう。強くはないからな。よし、爆睡、まあ、おにぎり食っとくか。よし、いやない、いや一応右左見とく。ちょっと待って、囲まれてる。よし、いやそれは大丈夫。ちょっと待って、ドラゴン、ちょっとドラゴン、それずるいって。ちょ、ぐるぐる回るかと見せかけて、いやいや、どうしようかな。いやちょっと待って、ちょっと待って、どうする、どうする、一旦連れてきて爆睡使っちゃうか。マゼランがいるわけじゃないし、何なんだろうな。もうちょっと、いやちょっと待って、うざいぞうざいぞ、こんなとこで死にたくないぞ俺。背中押すか。こいつは封印を振る。マゼランと俺戦ってないよね。あ、待って、背中押したら力戻ってんだっけ。ああそうだね、攻撃力増えたなと思って。いやもう風吹いてきた。あとだけども調べてないとこないよな。今装備できるかな。混乱と幸せ、うん、できる。いや、ないね。いや、ないわ。騙されたわ。痛い。だけど、あ、でも、ここのエリアって水があったところが行けるようになったってことか。いいよ、お前は。いや、もう進もう。俺には分からなかったけど。上のドラゴン、どっちかな、倒してっかな。ああ、もうダメだ。2回目。さっきより強いぞ。風吹いたらどうなんだ？下のフロアに飛ばされるのか。封印振る。お前も封印を投げる。めっちゃ来るなぁ。これは、薬草か。ドラゴン、ドラゴンさん、ちょっと待って、お前ら本当にどうしよう。どうしよっかな。鈍足振る。混乱読む。ドラゴンさん、はい、ドラゴンさん、はいはい、よしで、いやもうお前やだわ。
旦回復しよう。ここでもうこいつ投げちゃう。よし、何これ、三日月とバク爆発属性いらねえな。あ、3回目来た。まずいまずいまずい。もう行くか。ちょいちょい回復したい。敵よし、もう行こう。やばいな、結局時間長くなっちゃってる。1時間以内に収めたかったんだけどな。編集でどうにかならんかな。困った時はいる。だから三日月刀を投げる。206までいけ。よし、ここで薬草も食べちゃう。もうドラゴン出てこないかな。ドラゴン出てこないんだったら装備変えたいんだけど。あれ、こんなとこ来たっけ。5割バッター。ワンフロア回ってドラゴン出てくるかどうか次第な。出てくるわ、すぐ出てくる。ドラゴンいるならドラゴンキラーつけといていいか。メッキ、メッキいらねえな。こんにちは。なんかあれだな、こいつの力下げてくるのも。まあでもな、背中ちょっと取っといた方がいいかな。あー、青ドラゴンさん、そう、こいつ出てくるとやっぱドラゴンキラーで。いや結構減るな。まあお香はいらね、お香の使い方がよくわかんねえ。あとは左側に部屋ある。あれ、こんなとこ来たことあった。いて、力落とさないで、力落とさないで。よし、いや力落とさないで。いや落とされる、もうさすがに落とされるでしょ。まあでもしゃあねえか、行こう。落とされたらもう後で背中押そう。よし、うん、あ撃たれてる。あ、ちゃんと撃ってたりもするんだ。待って、どうしよう、こいつうぜえ、マジでうぜえ。一時しのぎ、ふと、よし、はいはい、全然当たらんのな、全然当たらんのな。あ、違う、こっちじゃない。何こいつ、こいつ何すんだっけ。え、待って、こういうのが出てきたらマゼルン出てきてもおかしくないか。マゼルン、いや当たれよ。マゼルン来い、マゼルン。あ、待って、左か。あ、左側なんかあんのか。いや出た、子供戦車邪魔くせんだよな。お、早い。でもこいつの方がダメージ高い。よし、焼きおにぎり食べていくか。マゼルも出てこねえし。あ、もう終わりか。おー、約束通り来た。いや、マゼルンじゃあ絶対どっかで出てくる。いるんだろう。TT コッパ、よく来てくれたのね、ありがとう。なあ、教えてくれ。おいらし、わけわかんないんだ。君は一体何者なんだ。私、辰巳っていうの。た、辰巳？うん、名前ね、辰巳っていうのは。わかるよ、それは。辰巳っていうのって言うんだから、名前ならわかるよ。で、水の神で、水の神？水の神様ってこと？そうだよ、水の神。水流なんて呼ばれたりもしてる。そしてこの島でもあって、
つまりトグロ島全部が私なんだよ。んんんん、このトグロ島全体が私なんだよ。何言ってんの、水なのに。え、この島全体が君だって。うん、海の中でくねくねしている本島が私、辰巳の胴体で離れ小島が手足なんだよ。なるほど。じゃあ今のこの女の子の姿は私の心の化身ってことみたい。え、それ心の化身が捕まるの、食べられたりすんの心の化身が。今私はあたりの海ごと大きな雨雲になって飛んでるんだ。雨雲にもなるんですか。恵みの雨を大地に分け与えるのが私の役目なの。ん、ちょっと待ってよ、水の神で島で雨雲になるの、わけがわからんって。昔もここらに雨をいっぱい降らせたんだけど、そんな時枯渇が襲ってきたんだ。ちょっと待った、枯渇ってやつも神様なんだろ、なんでまた襲ってきたんだい。雨を降らしてみんなが喜ぶのが気に入らなかったんじゃないかな、日照りの神だし。でも私だって雨降らしたいし。で結局喧嘩になって私が負けて海に突き落とされちゃった。雨を降らせる神なのに海に突き落とされちゃったところでなんか困る。さらっと言ってるけどなんか壮絶そうだな。そう、壮絶そう。うん、結構痛かったんだから。ああ、結構痛かったレベルね。かなりダメージを受けたのよね。なんで私回復するまで海の上でじっと休んだの。1000年くらい。全然ちょっと痛かったレベルじゃねえじゃん、1000年の回復必要なら。1000年、1000年くらい神様の世界では普通だよ。気がついたら不思議な島になっちゃったけど、いや1000年は普通かもしれないけど、怪我治すのに1000年は普通じゃないでしょ。でね、そろそろ回復したかなと思ったところに、枯渇ったら私を封印するために蛇角を作っちゃったんだよね。どんだけ意地悪なのよ。ああ、ムカつく。つまり枯渇が蛇角を作って、その中に辰巳を閉じ込めたから。おお、大丈夫か、呼び捨て大丈夫か、神様に。辰巳さんとか言わなくていいか。辰巳は動けなくなっちゃったってこと。そう、雨を降らすことはできなくなっちゃったから、結局この地方は干ばつになっちゃったのよね。そうだったんだ、そんなことが。あれ、でも蛇角が辰巳を封印するために作られたものだったら、蛇角のお腹の中にとびっきりのお宝があるって噂、あれは何なの。ごめんね、あれガセ情報、私が流しちゃった。てへぺろ。これ宿屋でできんか、この会話。ここじゃなきゃできんかな。神様ってことみんなに隠したいのかな。でもたくさん人集めても誰も蛇角を倒せないし。だから TOT とコッパに助けを求めたの。TOT のことは旅の神クロンの風に触れて知ったんだ。小波谷で黄金のコンドルを助け、月影村でオロチを倒した TOT ならきっと助けてくれる。これ前作の話なのかな。そんな思いで頑張って念を飛ばしたら本当に答えてくれて嬉しかった。そして頑張って蛇角を倒してくれた。全部 TOT とコッパ二人のおかげ、ありがとう、感謝してるよ。まあ辰巳を助けるだけが目的じゃなく、蛇角の宝も狙ってったんだけど、おいらたちもまんまと踊らされちまったよな。とほほだよ。ごめん、でもお宝はまだあるし。私がトグロ島になった後海賊たちが隠してったんだ。これ本当だよ。そっか、それならとりあえず安心だ。それでね、実はもう一個お願い。おい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 、どうしたどうした神様。もう一個お願いしたいことがあって、こっち側のなんだろうな、平民というか一庶民が神様にお願いすることはいっぱいありますよ。神様がこっちにお願いしたって神様でできないことはできないよ、こっちに。なんだい、なんだいじゃねえのよ。お前どういう立場でなんだいって聞いたのよ。今島ごとそっちに向かっているとこなの。島ごと、なので着いた時また話すね。誰がじゃあね。いやだから今話せって。なんなの辰巳。あらら、消えちゃったよ。辰巳のお願いってなんだろうな。まあいっか、この先はもう住めなさそうだし、とりあえず帰るか、宿場町へ。あ、宿宿、宿場浜。いいぞ、どんどん強くなってる。これさ、俺見れる下で。
なんだっけあいつ、あのマゼルン、マゼルン28階かな、これ28階に出んのかな、こっから、これかな、後ろの、これかな、マゼルンって。だって他にマゼルンなんて俺戦ってないよね。うん、マゼルンちょっと調べてみようかな。無理なんだけど、出てこないんだけど。次の朝、青の神器が解放されました。解放されました。よーし、じゃあまあ、で俺これどこ行くの。島が来るまで待っててって言ったけど、途中のなんかダンジョンみたいのを、なんでレベル下がっちゃうのかな、生きて帰ってきてんのに。途中のダンジョンみたいなとこやったりとかしたらいいのかな。そうだね、そこら辺もちょっと次回行ってみたいから、何事もなければまあちょっとアイテム整理して、あのダンジョンの入り口、あ車屋って何、いわ行けんの。よう大将、今日からここで車屋始めたんでよろしくな。この車で他の町や名所まで送ってくぜ、乗ってくかい。あ送ってくれるじゃん。小さな港、小さな港にダンジョンなんてあった。海底修練修験所、ここがあれだよな、さっき、あと氷壁集落も罠しの抜け見ちゃったよな。うん、ここに推測の集権道もあるね。あ待って、ダンジョン、あこんなにいっぱいあるの。ここはなしだけど、ここは4つもあるってこと、ここ3つあるってこと。え、めちゃめちゃあるじゃん、すごいね。じゃあ次回はどうすっかな。ここにもあんのか、もしかして。待って、ここは宿場浜、宿場浜は、宿場浜は出てこないから。あでも隠れ里もう一個あるね。まあでもせっあるっぽいぞ。お前さん腕が立ちそうだな、風来人か。誰だいあんたは。俺はトゥーガイ、トゥーガイ黒ザメ海賊の当主だ。手合わせしてみてえところだが、あいにく暇がね。この島だから俺たち黒ザメ海賊が全ていただく。はあ、お前さんたちの目的もお宝だろうが残念だな。じゃあな、はははは。ん、何なんだあいつは。え、なんかダンジョン増えたりとかするわけじゃないの今ので。なんかもう一回喋ったりとか、どっかいる？ん？いないけど。見なかった今のやつ。おや、おめえさんなら腕に立つ風来人ってのは。いやいや、見りゃ分かるって、お前さんの評判を聞いてここにやってきたんだ。こっから俺が力を貸してやる。武器や盾を鍛えるだけじゃねえ、陰消しや銀剥がしもしてやる。はあ、なんでどんどん。陰消し、説明、陰消しって何？あ、陰を消すことだ。銀を剥がすって何？武器は盾の印に銀が貼り付いてることがあるよな。銀、銀が貼り付いてる陰はその効果も発揮できねえんだ。しかし俺なら銀を剥がすことができる。銀が貼り付いてる武器や盾があったら持ってきてくれ。まあいっか、鍛える3000か、まあ、鍛えるか。いや、陰増やしてんだよな。増やせるかどうか分かんねえ。何ともできん。よし、じゃあ一旦ここまでにしよう。で、アイテム整理としときます。で、次回はもう一個のなんか途中であったダンジョン行きたいねと思ってます。おにぎりくれるかな。あ、いない、もうくれなくなった。うん、というところで今日の動画はこれぐらいにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。